これは至って普通の怪獣。琥珀街でよく知られる光景。等価交換を通じてあなたたちは私の奴隷になっていたのだ。わかる？何をしていようと最後には私に代償を支払う。私が規則だ。そうだね、あんたは規則。行動の天罰もあんたのためのものだよ。二加減七術、一方にキス。くだらない技を。我が協力者よ、これを天罰と言ったか。あんた勘違いしてるみたいだね。うちは欺瞞の術だよ。ルイジュの儀は自分でできるかもね。お前のパンはね、取られるのっけ。うち小さい頃死ぬのが怖かった。七術になったのも生活のためだった。ただ ただねなんていうか、あんたも死ぬのが怖いみたいだね。